代わりにお前を食っちまおうか。おい、そろそろ起きろ。お、気がついたか、夜。クンさん。お前5日間も寝てたんだぞ。え、次の試験も昨日から始まっちゃったし。クンさん、あの脱落になったか心配してんだろ。いや、違う。なら安心しろ、お前は運がいい。第4試験はポジション選別後行います。ポジション選別？党での戦闘はチーム戦。ポジションとは戦闘時に各自が担う任務のことです。基本のポジションは5つ。釣り師、至近距離で敵と戦う戦闘の中核。槍使い、遠距離から敵を制圧射殺する。灯台守り、暗い塔を灯台で照らし戦闘状況を収集して情報を伝える司令塔。捜索者、最前線で敵の動きを探り釣り師を補佐する。そして波使い、神の水を操り戦闘を補助制圧する戦場の支配者。皆さんには所属されたポジションについてみっちり学んでもらい、その成績によりポジションごとに数名合格者を選抜します。